皆さん、こんにちは。なるほど。んです。今日も間違い探し、遊んでいきます。さあ、レベル414です。行ってみましょう。さあ、パッと見、こことここのテーブルの足が、結構こちらの間違い探しさんは足がないパターン多いですからね。なんか耳がないとか、足がないとか、尻尾がないとか。さあ、真ん中のあれもないでしょう。で、こちらのあたりは、うーん、特にないですか。いや、なんかもあれですよね、サクサク。 間違い見つけられるとあれですよね。楽しいですよね。動画ずっとお撮りしてるんですけど、先ほどから続けて。まあ、といっても10本ちょっとですけど、<laughs> 10本ちょっと。えー、っと、うーん、おっと、なかなか。カーペット、カーペット。カーペットでしょ光ってるでしょテーブル。あ、ソファーも怪しいんですよね。え、あと3つ結構ありますね、まだ。 あ、テーブルがない。すごいですね。あんな端っこにテーブル置いて何に使うんですかね <laughs>。旅館とか行って窓付近にテーブルと椅子を置いてあることありますけど。うーんと、カーテン。えー、テレビ。すごいなんか椅子が集中してます。あ、ここ破れてる。気づかなかった、さっき。えーと、あと1個でしょ。カーテンでしょ。 うーん奥の窓光ってる。うわー、この辺怪しい。この本棚っぽいところもたまになんか違ったりしますよね、一マス。前の動画でそれでちょっと見つけきれなかった苦い思い出がありますよ。さあ、この辺は上から釣ってますね。うーん、大丈夫そう。エ、え、ア、ー、とド1個わかんない。 カーペットの柄わら。同じ。場所的にまだ上に1個も間以外がないのはちょっとあれですかね。怪しいから、まあ、こっちの方も見ますか。えーと、変わってんじゃなくてテーブルクロスでしょ椅子あるでしょで、奥の本はうーん。合ってる合ってる。 出ますね草草が入ってないここ入ってない気づかなかったさっきということで今回の動画は以上とさせていただきますなんかちょっと笑っちゃいますよね簡単なとこを見落としてるとということでまたですね次の動画でお会いしましょうさよなら